皆さんこんにちはテレビ東京報道局の豊島晋作です、えー、新番組世界経済ワールドエコノミーをお届けします、えー、記念すべき第一回のテーマは中国かける半導体です中国の半導体産業どのぐらい強いのか今後どうなっていくのか、まあ、その展望についてですね中国半導体業界の未来は まるまると題して、このまるまるの答えを見つけていきたいと思います。このテーマを議論するのにふさわしいゲストの方を今日はお招きしています。まずは微細加工研究所の湯上隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方はですね、もう国会にも呼ばれていて、まあ半導体の話聞くならもう湯上さんだろうということで。結構国会でも議員相手に話してるんですよね。ええ、一石ぶっちゃいました。<laughs> そうですか。はい。 はい、というで、続いてはですね、パックンことパトリックハーランさんです。よろしくお願いします。お願いします。ますパックンはあれですか、うん、個人投資家でもありますけど、こういった半導体関連株とか、テック株とか投資したりするんですか。うん、あ、もちろん持ってますよ。あの、個別株というよりも、E. T. F. とか。<で>あの、インデックスファンドとして持つのが。 き今日の話は大変興味深く聞かせていただきまます <laughs> わかりました、はい、半導体というと非常にあの難しいテーマだと思われがちなんですが、うん、まあそういった投資の観点であったり<お>あるいは、もうほぼ我私たちの生活とですねほぼ密接深分で例えば皆さん結構持っている方も多い iPhone ですとかスマートフォンこの中にもかななり入ってるんですよそうなんでですすよそう代表的な半導体がですね、えー、とあのスライドを見ていただきたいんですが、はい、お考える小人。 プロセッサー,ッサーというのが入っていますいろんなアプリにつないだり、うんえー、インターネットをしたり、はいえー、メールを出したりそう手配師のような、まあ、考える小人、はい、プロセッサーが入ってますそれからいろんなことを記憶してますね動画が入ってたり、うん、写真が入ってたり記憶する小人が入ってます、うん、記憶する半導体さらには 通信ができますね電話ができるインターネットができる通信をする小びと通信半導体が入ってるんです iPhone 自体が白雪姫ということですかまあそういうことになりますねなるほど。スマートフォンそしてタブレット端末ですがそのパソコンですねとかにも入っているということなんですね様々な半導体が搭載されています主なものはまずプロセッサー考える半導体ですねそれから通信半導体がやっぱり入ってるんです それからリモートワークの時僕の顔が相手に見えますよね、画像半導体、画像センサーというのがあるんですね、うんで、さらにはストレージ、これをナンドフラッシュメモリーと呼んでるんですけど、えー、さらにはパワー半導体、うん、そしてですねもう1種類メモリーがあるんです。うん、プロセッサーの横にあって、ちょっとだけここに、えーとえー、データを加えて、プロセッサーとともにいろんなワークをする半導体があって、うんうん、それを DRAM と呼んでいます。 でかつて日本の DRAM は非常に強かったんです、うんうん、1980年代頃で、これがその DRAM の国籍別ののシェアですうん、うん、1980年代の中旬、日本はシェア80%、まあ、世界を独占していたんですね、この頃ですね、ちょうどたまたまピークの時に、1987年、僕は日立に入りました。 えー、半導体技術者になったわけですえ。先生が入ったおかげでこう下がったんですか。あのですね、<laughs> そう言われるとですね、心外なんですけども、<laughs> 入った途端に下がっちゃったんですよ。<laughs> 偶然に思えないですね,ね。<laughs> <laughs> こんないいその調子のいい産業だから僕入ったんですが、入った途端に下がっちゃったんですよ。<笑><笑>おい話が違うんじゃん。<笑><笑> <laughs> それはなぜこうなってるんですか。なぜななのかはこの後ちょっと話をするんですけど、うん、ま,まず最初は中央研究所で半導体の微細加工。 まあ一番重要な技術なんですけどうん、うん、その装置の研究開発を8年ほどやってで今度は半導体さっきの DRAM というメモリーを作る工場に行って5年ほど生産技術をやったで今度はですね先端の DRAM を開発せようとデバイス開発センターに行ったうん、うん、その頃になりますとですねもう日本のシェアこんなに落ちちゃって、うん、韓国のサムスに追い抜かれて日本はどんどん撤退していくんです、うん、であの日立はですね NEC との合弁会社 LP だというのを作りました 日立から400人 NEC から400人800人の出向社員で共同でディーラムを開発しましょう、うん、で僕は手を挙げて出向を志願したんですよ、うん、で NEC まあ上ですねに乗り込んで微細加工の課長としてあの日本のディーラムをなんとかしようもうここ1社しかもうないんで、うん、ところがですね NEC 中と大喧嘩になってしまったんです、うん、技術派遣争い、うん、どっちが優れているんだと で僕は NEC 中と喧嘩をして叩き伏せたつもりだったんですけどもあの半年で課長降格となり部下も仕事も取り上げられてはい、はい、窓際族になっていられなくなっちゃったんですよ。 それで、日立対 NEC 日立側で戦ったけどちょっと負けたとそう論破はしたでもあいつはうるさいよねと目障りだと目障りない自分が降格されたっていう自己紹介から入る日本の半導体産業の今の立ち位置実力ですとかなぜこんな衰退したのかっていうのは2回目のテーマでいただきたいと思いますので今日はまず中国の半導体強いのか世界の半導体市場どうなってるのかっていういただきたいと思いますまず井上さん、今 半導体の市場世界はどうなってるんですか、はい。青いバーが世界半導体市場です。どれだけ出荷されてるんだと。で、2021年は5約5500億ドル。うんうん、右肩上がりに増えているんですよ。うん、で、赤いバーが中国の半導体市場。うん、これは製造してるんじゃなくて、中国が必要としてる半導体市場なんですね。ほうほうほう でその割合は世界に占める割合はだいたい三十四パーセント黄色いポンポンポンって書いてある。だから世界の三分の一があ中国になだれ込んでる、世界の三同体の三分の一は中国が食べているというとそういうことです。そういうことです。中国国内に収まるものではなくて、一旦入ってまた出るものその通りなんです。<ー>中国には、うん、本廃という工場があります。台湾の企業なんですが、うん、その工場が中国に大工場群があるんです。 従業員が130万人もいますパソコンスマホ、うん、家電製品そのようなもの世界の8割から9割は中国のこ本の杯で作られてるんです、うん、一つの製造拠点がもう精霊都市と同じぐらいの大きさです、ねはいうん、それがポッ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 とあるんです一、ね、箇所だけじゃなくて何箇所もあるんですだから中国に半導体がなだれ込んでいてうん、うん、そこで完成品ができて iPhone のようなものできて完成品はそこから輸出される こういう仕組みになってるんです、ね、そしてこれだけだから世界のその電子製品の八割九割作ってる、はいるということで半導体をたくさん取り寄せなきゃいけないというこのせいで中国ある問題に直面しているそうなんですよパックンこれなんだと思います税関の人が忙しいですよ、ね、<laughs> <laughs> あのねあの海岸沿いのと本廃の工場には本廃の工場の中に税関があるんです。あ、そうなんだそのくらい優遇措置が図られているんそんなに、うん、そうなんです一企業の中に税関がある ボケの不正解でも広がるんですね。<laughs> 正解はなんなんですか。中国における、あの貿易赤字。半導体が貿易赤字の頑強になってしまいました。で、な,ね、なんとか半導体を内製したいんですよ。で、この青いバーが中国が必要としている半導体です。うん、で、赤いのが中国が自力で作れている半導体なんですよ。赤いのは。で、この黄色いポチポチが内製率です。うん で2020年には16%欲しい半導体の16%しか自分で作れないんです。ね、で中国はですねこれをなんとか内政率を上げたい「うん、中国製造2025」というあの政策を2015年に成立して、うんうん、制定してこの,この時は2015年の時の予定では 2020, 2020年には40% パーセンチになってなきゃいけない。はいはいはい。2030年には70%に自給率がなってなきゃいけないという目標を立てたんですけども、うん、残念ながら実態は2020年に16%しかできた全く達成できてない。その通りです。なるほど。それだけ半導体を作るのは難しいということです、ね。難しいということです。うん、はい。半導体というのは大きく分けて3つの工程で作られます。うん、まず設計しなくてはいけません。 で設計をしたらですね、うん、その設計データをもとに直径三十センチのシリコンウェハー状にだいたい千個ぐらい同時にチップを作ります。うんうん、これを前工程と言います。うん、で、ウェハー状に千個のチップができたらですね、一個ずつ切り出して、えー、樹脂などのパッケージにこう封入します。うん、これを後工程と言います。うん、つまり設計、うん、前工程、後工程、うん、この三段階で。 半導体の完成品ができるんです。うん、で、中国はこの設計はやたら得意です。非常に得意。いいだ,だけど、あそれからこの後工程も得意です。<う>このね、前工程がね、苦手なんですよ。うん、半導体のえっ、ー、と企業形態いろいろあるんです。例えばですね、インテルような会社は、インテルのような会社は設計から前工程から後工程まで全部自分でやっちゃう。 こういうのを垂直統合型の半導体メーカーカと呼んでいます略して IDM イインテテグレーーッドデバイスマニュファクチャーですね、はい、全部自分でやる会社 IDM それからファブレス、うん、設計だけやるファブレスそれから前工程だけやるファンドリーあと工程だけやるアッセンブリーメーカー、うん、オーサットと呼んだりもしますがで中国の実力はどうか、うん、設計はやたらすごいんですよ。 直近で2020年にです、ね、2000社を超えているんです、2000社、これはアメリカや台湾に数百社あるんですけど、それよりもさらに多いですね、んでなんで中国、ファブレス強いかというと、ファブレスはタレントで勝負できるんですよ、個人技で。優秀な理系の人材がいいいればできる、うん、頭いいやつがちょっといればできちゃう。 な1000人とか2000人いらないんですよ10人20人でできる、うん、あとはマーケッターですねうん、うん、今どんな半導体が必要なんだっていうことを掴んできてそれを優秀なあのアーキテクターが設計するとなるほど、ね、少人数でできるから<う>中国人の商に合ってるんじゃないかと思うんですね、うん、なるほど、えー、じゃあスタートアップが多いってことですねそうですねそれから前工程はちょっと置いておいて後工程のほうね うん、後工程の方も強いんですよ、うん、これはまあちょっと古いんですけど2017年の後工程の、えーととえー、と企業のトップ10を示したものなんですけれども、うん、あの真っ赤にしたところが中国国籍の企業です3位と6位と7位にランクインしてますそれからピンク色のところは大工場が中国にあるんです、うん、だから中国の企業が非常に高いんですね、うんうん ですから後工程を見ますとですね、中国が非常に強い一大拠点になっているということがわかるんですね。うん、で問題が前工程のところなんですよ。はい、まあ TSMC が50%を超えるシェアを持っています。<う>次にえっ、ー、と韓国のサムスンが17%。うん、で中国で最も大きなファウンドリーというのは SMRC というのがあるんですが、うん、わずか5%なんですよ。うん、でこれこは。 大量に製造装置買ってるんですよ。どこでもたくさん。だけどできないんです。きない。できないんですよ。それだけ難しい。それだけ難しいんです。ただ中国もこの弱さを分かってるとすれば、対策を売ったりとかしてないんですか。します。最初にやったことはですね、買収です。左がは買収をしようとしてる会社、私鉱集団。中国の私鉱集団っていうのがやたらたくさん出てくるんですね。これ習近平国家主席の母語なんですけど。 母校が作ったベンチャーになるんですベンチャーって言いますか半導体メーカーなんですけど<う>それが世界中の半導体メーカーを買っちゃいましょうというのを2015年にこんなにやったんですこれ資金源は資金源は中国の国家 IC ファンドというのは 設立されて国かから出るんでですす税金みたいなその通りですね当初は2兆円だったんですけども今18兆円ぐらいあるようですだからもうその金で世界中の半導体メーカー買っちゃいましょうっていうのを2015年にやりましたところがですねこれはパックンだったら分かると思うんですがアメリカが全部ノーと言った中国の野望は失敗しまししたなるほどかしそんなことでは中国はくじけないんですよ 買収が駄目だったら自分で工場を作りゃいいじゃんってことになったんですね。うん、であの今度はあちこちに巨大工場を作り始めたんですよこれは代表的なものを書いたものですが試行集団の DRAM とか超高ストレージこれも試行集団参加なんですけど NAND フラッシュメモリーとか、うん、まあチャンシーメモリーの DRAM とかやっぱり JHRCC の DRAM とかメモリー作り始めたんですよ。うん ところがそ,れでそれでその凄まじさはこんな風になにります赤いのが中国で着工された工場の数を示します。なるほどね、で青が中国以外ので着工された工場の数を示します。2016年とか17年見てください、うん、世界で着工されたすべての数よりも中国で着工された工場の数のほうが大きいんですよ。だからで,でかい工場をぼんぼこ国内で作ろうと。 まあ、うん、こういう動きに今出てることになります先ほどからお話の中でやっぱりアメリカが許さなかったというところお話ありましたけれども、はいはい、やっぱりそれは中国の台頭に対して半導体産業が伸びることはやっぱアメリカは許さないわけです許さないですなんでアメリカがこんなにあの神経となりすかというとですね中国製造2025は 半導体の自給率を上げるという目標もあるんだけども、うん、何のために上げるのかというとですね軍事技術と宇宙産業でアメリカを凌駕するということが書かれているんですよ、うんうん、もうこう書かれたらですねアメリカはですねああので絶対これ止めようというふうに,動くことになるんですよやっぱりパックン、アメリカにいても中国の,このテックの進重というか半導体でここまで来るというのはやはり感化できない雰囲気というのはやっぱあるんですか半導体がないと国が動かないですよね。うんうん 軍も動な実は、えー、日本とか台湾に対するその依存度も問題視されましてな、うん、えー、何とかしなきゃとアメリカは対策を打っているんですね少なくとも九州合併を阻止するぐらいはやらなきゃいけないとその時に結構、えー、アメリカも必死になっていたんですね、うん、だってアメリカが半導体作れない確かにかいざという時止められてしまったらアメリカ国内の 生活だけじゃなくてその安全保障上の戦闘機も動かないそう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 。必要なものが全部まあ対立国なのか敵国なのかわからないですけど他人のチャ力を借りないとアメリカは動かない戦えなのこの状態はやっぱり許せないですねとそれで当時のオバマ政権からもうかなり問題意識を持ったということですねアメリカにとって中国の半導体産業というのはどのくらい困った存在なのか脅威なのかそれを 例えばインテルだとかグーグルだとかハイテク産業の CTO クラスを数十人集めてレポートを作らせてるんですよ調査させてるんですよあまりから今後どうすべきなのか、うん、でその調査結果が出てきて2017年1月6日ホワイトハウスがそれを公開した、うん、僕それダウンロードしてるんですけど、うんえー、オバマレポートというやつの表紙です。うんうん、このの半導体市場の世界的なリーダーダを中国は目指そうとして うん、これはアメリカの半導体産業にとっては脅威であると、うん、何としても叩き潰せということをこのレポートは示唆している、うん、まさに米中半導体戦争がここから始まっていくということなんですね、はい、実際アメリカと中国どういうふうにぶつかっていくどういう動きをしているんでしょう、はい、中国はとんでもない法律を作っちゃうんですはい、はい、2017年6月28日中国の国,国家情報法という法律が成立しちゃいました、うん、これはひどい法律です、うん いかなる組織及び国民も法に基づき国家情報活動に対する支持援助協力を行わなければいけない。これね合法的にスパイ活動を命じることができる法律なんですよ。でこれに逆らった場合金庫刑に処する。ということも書かれているんです。あのアメリカのグーグルだとかインテルだとかハイテク企業には中国人技術者が多数いるわけですね。でこの国家情報法に基づいて当局からこういう技術を。 盗み出してこいと言われたら逆らえないんですよ、うん、その上で、うん、ファーウェイが通信基地局で世界を制しつつあったこれは2019年12月のファーウェイの勢力図です、うん、で赤いところがファーウェイともう契約して導入をあの 5G の通信基地局を導入を決定したと、うんうん、国ですこの当時ですね でピンク色のところはファーウェイ導入を検討している国、うん、世界全体では7割がファーウェイに支配されようとしていたんです、うん、そうするとね国家情報法によって、えー、こういう情報を取ってこいということを合法的に命じることができる。ということはその 5G ネットワークを経由している、はい、個人データとかも含めてそうだからファーウェイに対してこれをの抜き取れといったらファーウェイは自在に抜き取ることができちゃう。 なるほど。逆抜き取って提供しないと中国政府から罰せられる可能性があるその通りなんですそういう法律なわけです僕と豊島さんがメールでやり取りしててそれ聞きたいと中国政府がまあ注文出したらそれ渡さなきゃいけないその通りです僕と豊島さんが木曜日に多岐をやるという予定がどうでもいい情報伝わるそうなんどうでもいい情報なるほどただこれ要するに中国がそういう法律を作ってまあ自分の情報を集めたりしようとしている ただこれに対してさすがにアメリカもこれなんか対抗してくるんじゃないですかその通りなんですよ、えー、法律を廃案にすることはさすがにアメリカはできないわけですよ、うん、でだけどファーウェイこのまま行ったら大変なことになってしまいますから、うん、ファーウェイに潰れてもらうことにしたんですなるほどファーウェイを潰しちゃおう潰すその潰しちゃおうという枠組みが2段階ありました、うん、国防権限法2019という法律を制定しました、うん、これを、えー、と施行した。 これも2段階で施行しましたそれからファーウェイをエンティティーリストに載せたで、ファーウェイに対して半導体を供給できなくしようとまあ、それも2段階にわたって強化していったまあ、こうやってファーウェイを追い詰めていくうー国防権限法なんですけどあのこれねあまり日本ではですね報じられていないんですこの中国の5社とアメリカ政府機関が取引をしてはいけないということが書かれていますファーウェイ スマホの出荷台数1位になったたりもししていました1位はね、うん、それから、通信基地局ででは世界シェア1位です、うん、それれからこれスマホのシェアでは9位だけど通信基地局では4位です、うん、それからハイテラコミュニケーション無線でシェア1位それから、ハングハイクビジョンとダーファテクノロジー監視カメラでシェア1位2位なんですよ。うん、でこういうところとはあのアメリカ政府機関は取引してはならない。 でアメリカ政府機関といっても幅が広いんですよ、うん、2018年に認可された国防予算79兆円に関わるものは全部だめて言ってるんですすべ、うん、ての連邦政府の省庁さらには陸軍、海軍、空軍それから独立行政組織 NSA とか CIA とか NASA とかありますね、うん、もっとたくさんあると思うんですけど、うん、それからアメリカ政府が100%を所有している企業20社あります、うん、これ全部についてさっきの5社との取引を一切禁止する。うん、なるほど でそれもね二段階でやりました。二千十九あの十九年八月十三日以降禁止となったもの。うん、これはね割と明快なんですよ。ハードウェアは一切このアメリカ政府機関に入れられませんよ、うん、ということなんです。で部品この B 社をの部品を C 社に入れてと部品でもダメですよ。うん、とにかくハードウェアはこのアメリカ政府機関に一切入れませんよっていう法律あの、うん、法律になります。ところはですね。 そのの翌年2020年に禁止ととなったももはでですすねとても難しいんです、うん、例えばですねここにトヨタ自動車があるとかあったりします。うん、でトヨタ自動車が中国工場で中国工場の社員に正式にファーウェイのスマホを対応したとしますね。うん、そうすると,あの、えー、とトヨタは日本でもアメリカでも車作ってますけども。 トヨタがトヨタはそれもう中国でスマホファーウェイのスマホを使っていることを一点のみおいてトヨタ自体がファーウェイだと認定されるんです。うん、で、うん、アメリカ政府機関との取引を全部打ち切られるんです。うん、であのもっと厄介なのはここです。例えば電装にとってみるとね、電装はファーウェイは絶対使っていません。はいはい、トヨタに部品を納入しましたところがトヨタがどこかで使ってましたとなると。 このトヨタの車はアメリカ政府機関には一切入れない。 なるほどね、このような、ね、ものすごく難しいと、うん、い,いうか、ね、ややこしい法律を作っってくれちゃったんですこれは、さんここまで厳格にやると相当日本企業もたくさん厳しいと思うんですけど、はい、これはなんでしょうかまだ今の段階では厳格にはここままでではまだやってないんですかもう法律として決まっちゃってますからアメリカ本気出そうと思えばそれだけの数の会社が影響を及ぶ可能性があるとそうななんですなんかファーウェイ使ってそうじゃんってなったら一気に殿下の宝刀を抜いて調べてお前とのビジネスは全部やるのだめだと。 従業員がスマホを使ってただけたらすごいですねパックアメリカはやっぱ結構やるときはめちゃくちゃやるんですねやりますね <laughs> <laughs> でもその後 Google があの Google のソフトを iPhone、iPhone じゃなくてファーファイのあの携帯に使っちゃいけないとか<ー>そういうことを決断したことで結構ダメージが大きかったらしい、ね、そうですねだからなんか米政府のなんかまあ手下じゃないんですけど、うん そういうい米政府の思惑をくみ取ってやってくれたその他の大企業の陰でもあるようなこれによって困る企業はたくさんあるんですよ、うん、だからロビー活動は相当したと思います<ー>なんとかわが社はあのこれに該当しないようにしてくれとうん、うん、いうことをあのロビー活動、まあ、あのアメリカの政府であの、うん、上院会院です、ねうん、やった企業は多数あると思いますね。ああ ということはまあ中国も相当これ打撃を受けて受けます。自分とこの製品買ってもらえなくなったわけですからすということですとやはりさっきもおっしゃってましたけど中国製造2025というのがもう目標が届かないような状況に、はい、これもあってなっていく、ね、ということなんです、ねはい、ファーウェイがエンティティリストに乗った、はい、でそれでですね TSMC ですね<う>台湾の TSMC が先端半導体を提供していたわけです、はい、さっきの一番最初で言ったスマホの頭の、はいはい、プロセッサーのところですね これは最先端のプロセスを作ってファーウェイに提供していた<う>でこの TSMC の地域別売上高比率で中国が20%ぐらいあるんですがこれ15%がファーウェイなんです。<う>で TSMC にとってみるとアップルに次ぐ巨大カスタマーなんですね。で最初はアメリカの知財が25%以上入っているものについてをファーウェイに輸出禁止になってて。 うんえー、TSMC は、えー、と弁護団をいろいろ使って調査をしてアメリカの知財は25%入っていないという判断をして自分で。 継続していたんですよああ自分たちは大丈夫だとそ<う>弁護士雇ってい、ねまあ、いろいろ理論武装してやったと、ねえー、これは別に,別にアメリカの商務省のお墨付きをもらったわけではなくて自分で判断したんです、ねはい、自分の法務部がいいいと言ってるみたいな、うん、それがアメリカ気に入らなくてもっと強化を、はい、えと迫ってきて<ー>とうとう2020年5月14日これは世界の半導体の業界の歴史が変わる日になったんですが 2>,、うん、の2つの事件があった。うん、TSMC が あの120億ドルを投じてアメリカのアリゾナに工場を作りますと先端工場を作りますとまあ今まで嫌だ嫌だと言ってたのを作りますとそれからえとアメリカ商務省がファーウェイの規制を厳格したことを受けて TSMC は9月15日以降ファーウェイ向けの半導体の出荷を一切停止するとこういう判断をしました。これによってファーウェイは 何もビジネスができない状態に陥っファーウェイ TSMC だけではなくて韓国のメモリーメーカーとか日本のメモリーメーカーとかあるいはパネルメーカーもファーウェイには、うん、その部品を出さない、うん、9月15日以降それによってファーウェイは失墜していきました。本当に叩き潰しちゃったわけですなるほど

リアルにも23回メールでも何回かあって、うん、えとこんなことを言ってきました5年以内に最先端の工場を自分で建設する、うん、それから最先端プロセスを実現するための各種製造装置10種,類10種類ぐらいあるんですけどね。これも自分で作る、はい、でそれら自前の製造装置を使って最先端の半導体を自分で作ると、うん、5年以内に、うん、でこのコンサルを3万円でやってくれないか。<laughs> これれ結構えぐい内容を暴露されてますけどね <laughs> あのまずこんなことはですね何億円もらっても無理なんですよ。そそもそも、はい、何億円もらっても無理なことであるし3万円でこんなところにね何かこう知恵出す気もないお断り申し上げましまたところがですねあのファーウェイに横浜に研究所がどうもあるようで。はい 100人ぐらい日本人がそこに集結しているようなんです実際中国最近はそのままいろんな意味で技術がすごい伸びてきてると言われてますけれども、はい、実際半導体の分野ではなかなか難しいってことですか、はい、そうなんですよあのまずですねこのような製造装置10種類ぐらいいるんですよこの製造装置について言うと黄色いのがヨーロッパメーカーで青いのが日本メーカーで緑色がアメリカメーカーなんです、うん、ほぼ日米ヨーロッパで、うん 占められてるんですねこの日米ヨーロッパの製造装置がないと1つででもかけると半導体ってできないんですよこのような製造装置っていうのは20年以上の歳月をかけて最先端の装置として今こう使われてるのであって5年でとかありえない話なんですね。 うんこれ、どうでしょう中国が仮にですね、はい、まあ追いつこうと思ったら、はい、これ今、世界レベルの半導体特に TSMC が作っている世界最先端レベルの半導体を作ろうと思ったらこれ最短だと何年かかるというふうに、はい、そうふにそですねこれ、あのー、何ナノメーターというちょっとじいじで僕、ね、遠く見えないんですけど。あの TSMC が一番進んでいて、うん、5ナノとか3ナノとか、はいうテクノロジー濃度、うん、数字なのが髪の毛が70ナノとかですね、うんうん、いいいこの数字が小さいほど先端と思ってくれればいいで最先端に行ってる TSMC が3ナノでなん,となんとかサムスンがそれに、えー、と頑張ってついてると中国の SMIC、うん、これが、えー、とファンドリー えまあ前工程だけやるところなんですがここに14ナノというのが書かれています12ナノというのもあって7ナノって書かれてるんですけどこの12ナノと7ナノは一切できていませんで14ナノも売上高の占める割合は1%ぐらいしかないんですよほぼできていないでさらに今制裁を受けようとしていてエンティティーイーストに乗っちゃって28ナノ以降が製造できる装置は売らないよってアメリカが あの規制をかけようとしてる、うん、そうするともう十四なのもできない。うん、で、二十八なのになっちゃうんですけど、二十八なの以降はできなくなっちゃうんですが、うん、さらにもっと規制が強化される可能性があって、うん、戦争起きてますよね。あ、うん、ウクライナ。うん、そう。はい、ロシアがウクライナに攻め行てますよね。はいはい、で、ロシアと中と中国ってどちらなんかこう親密国ですよね。うん、で、この戦争が始まってから、中国がロシアに対する輸出を 大幅に4割ぐらい増えてるらしいですね。うん、その中身よくわからないんですが、もしそこに半導体が含まれていたら、これはアメリカは強化にきょあの規制強化に動きます。うん、一切アメリカ製の製製造装置は出さないぞということを規制を課すんじゃないかと、うん、僕は想像してるんですね、うん。なるほど。え、そうすると中国は自力でさっきのファーウェイと同じですね。自力で自前で製造装置を作らなければいけないんですけれども。うん そうなったら20年経ってもできないかな。もしだからウクライナをめぐってロシアと中国の関係が、はい、まあ中国もちゃんとアメリカと一緒に協調行動してロシアと距離を置くということをやればそんな厳しいそうですね。稼げないとすればまあそれでも10年ぐらい、それでも10年かかるかなと思いますい。もし中国がロシアの側についたら20年かかってしまう。はい、20年以上かかるんじゃないですか、ね。20年以上かかるかもしれない。はいはい、10年かかったとしても。はい。 TSMC とか、ってるわけでではない先にどん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 いくわけですよ。追いつくには TSMC の10年先、20年先を想像してそこを目指さないとだそうなんですね、絶対無理ということは言えないんですけど、ものすごく難しいですね、これだけど、井上さん、中国側としてはですね、TSMC の従業員を、もう年収の5倍出すぞと、ざーっと引き抜いたりとか、そういうことありえるんじゃないですか。 それで例えば SMIC の幹部はほとんど TSMC の幹部だったりするんですよ。それやられると台湾困っちゃうんで、うん、あの台湾政府としてはです、ね、中国への、えー、と転職禁止転職するなど、まあ、これを政府自体が防衛しようとしています。 なるほどね。ということでここまで中国×半導体産業ということでやってきました、まあ、まとめとしては中国が世界レベルの半導体産業になる追いついていくには、まあ、10年ぐらいかかるであろう。 今後のウクライナを巡る対応によっては20年かかるかもしれないと、はい、いうのが一つのまとめということでした、はいはい、そして次の後半の動画ではですね日本どうなのかかつては半導体世界一の国だったわけですよね、日本なぜ今のような状況になったのか勝ち筋、可能性、明るいなんとか希望あるのか引き続き野上さんに聞いていただきたいと,聞きたいと思います。ででででははここまままま前半は終わりですありりりすあああがががとととうううごごござざざいいいしししたたた 皆さんこんにちはテレビ東京報道局の豊島晋作ですウェブ番組世界経済ワールドエコノミーをお届けいたします二回目のテーマは日 かつて日本はですねもう半導体で世界一半導体王国とも言われましたしかしなぜ今このように凋落,落してしまったのかなぜ日本の半導体弱くなってしまったんでしょうか今回、ですねなぜそうなったのかそしてその教訓を生かして何か日本が進むべき道はないのかについて議論していきたいと思います。え半導体業界における日本 日本の未来は〇〇だと題してこの〇〇の答えを探しに行きたいと思いますゲストは一回目と同様引き続いて微細加工研究所の湯上隆さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして引き続き、えー、個人投資家でもありますパトリック・ハーランさんパックンさんですよろしくお願いしますまずこの日本ですね、はい、議論進めていきたいんですけれども日本対日本の半導体産業なぜかつては、はい もうアメリカから恐れられるぐらいもう世界一の座にあったということなんですけどなぜこれ、落してししてまったんででょうかそうかそすね1回目の時に自己紹介をした、はい、図をもう1回出すんですけども、はい、1980年代、DRAM というメモリーで世界シェア80%、うん、本当に取っちゃったんですね。うん、で日本が強かった頃この DRAM って何に使われていたのかというとですねパソコンとメインフレームメインフレームって大型コンピューターのことなんですね。 例えば銀行の基幹システムを担っているコンピューターとか非常に大きくて高精度なコンピューターああでっかい箱みたいなイメージですね、はい、で日本の DRAM はです、ね、メインフレーム用に、えー、と作られたメインフレームメーカーは例えば IBM とかですね、うん、どういう要求を日本の DRAM メーカーに言ってきたかというと一切壊れないものを持ってこい そそれはそうですねあの銀行口座の預金の口座の丸が1個変わってしまったと、まあ、増えたら嬉しいですけどね <laughs>、うん、減ったらこれは大変ですよ、ねうん、だから一切誤動作しない壊れないものを持ってこいと、うん、でもそれにしても数字のスペックを表す必要があります、うん、それで25年誤動作しない25年の品質訴訟その d ーラ m を作れと。 本当に作っちゃったんですよ。で、例えばですね、トヨタ用語でいうと改善の積み上げですね。うん、ま経営学用語ですと持続的イノベーションの積み上げで。 本当にそれ作っちゃいましてアメリカが発明したメモリーだったんですけどアメリカのシェアを追い抜いちゃって世界の、うん、世界のチャンピオンになりましたこの時代が続けばですね僕もね、日立ち辞めることはなかったんです、ね、はい,はいはい。うんうん、湯上さんのキャリアもこの日本の半導体の暗転とともにキャリアも安定していたっていうのが前回の動画でちょっと語られたりするんですけれども、うん、なぜ潮落しててしまったんですか、うん、コンピューター業界に原因がありますはい。 メインフレームの時代が終わりを告げてパソコンの時代にパラダイムシフトしちゃうんですよメインフレームってでっかくて使いにくいよねと、うん、自分の前にこうあった方うが何かやりやすいよね、うん、業務がねとはい、はい、まさにパーソナルコンピューター個人のコンピューターになった、うん、そうなんですねこのパソコンの伸びとともに出てきたのが韓国のサムスンなんですよ、うん、なるほどで。 この韓国のサムスンはどのようにしてパソコン用の D ラムを作ったかというとですね、うん、このメインフレームの用の D ラムは1個数十万で良かったんですよ。うん、だけど1個数十万の D ラムをパソコンに載せるわけにいかないわけですよ、これうん、パソコン自体が数十万なわけですから、うんうん、これ数百円ぐらいでないといけないあなるほどつまり安く大量生産しないといけないんですよ。うん、ほうでサムスンはそうした で僕はその時たまたま本当に DRAM 工場にいたんですよ、うん、で「パソコン出てきてましたねサムスンがシェア上げてきましたね」って知らなかったわけじゃない、はい、日本の DRAM メーカー全員知ってました知ってたうん、うん、知っていたんだけども相変わらず25年保証の超高品質 DRAM を作り続けちゃったんですえ？<ー>それなぜなんですか経営者の判断でですすかかそれともあね長年 <laughs> 高品質のラを作るその文化が開発センターにも工場にも染み付いていてちょっと社風に近いないかもしれないですねなるほどでそれが繊維だったわけですよメインフレーム用の D ラムでチャンピオン取ってた時はそれが繊維だったわけですねそれがあったからチャンピオンになれたそれ変えられないんですよ変えられないその時はスタートアップとかはもうなかったですねないですね はい、中小企業がいや我々我々が安くて、はい、まあ壊れやすいかもしれないですけどお手頃のものを作りますぜっていうのはなかったですね。はい、D ラン工場一個作るのに1000億円とかに相当ありますので。スタートアップの手には届かないです。<laughs> いちょっとあぶえっとお手に余るんですね。なるほど。でこういうのを本当にイノベーションのジレンマというんですよ。高みに登っちゃって落ちる、うん、あのその下にいくことができない。うん、そうです、ね。先進力商品を、はい 犠牲にするまでイノベーションに力をかけますかって言ったらほとんんどの人しませねいやそれテレビ業界もちょっと近いかもしれないなやっぱネットが来てるのってもうテレビは分かってるんですよ絶対飽きてるなでも、まあ番組がみたいなこれとどこまで言っていいか分かんないんですけど今、こういう番組やってますけどそれは確かに井上さんおっしゃったようにネット来てるのみんな知ってますからでも今夜のオンエアがみたいなところあるんですよね。 まあこれ民法っていうか <laughs> 放送されれば <laughs>、はい、あのちゃんとね地上波だったら多分セットも作ってもらえないかお笑い業界とかもないですか若手が来てるのは分かってるけどみたいないなやでも僕はあえて <laughs>、はい、そういうい地上波より今のネットを優先してるんですよ。 この時間帯はレンタルの撮影だったんですよ、もっとちょっとギャラのいい地上波のあれもあったんだけど、帰ってきた、イノベーターなんで、はさておきですね、で、そのかなりイノベーションの次元まで直面した日本の半導体、分かっちゃいるけど負けていってしまった、今、現状はどうなそれでですね、過剰技術で過剰品質になっちゃって、全部撤退。 していくことになっちゃったわけです。なるほど。で、まあ D ラム全部やめちゃいました。一社 LP だっていうの残ったんですけども、うん、それ以外はロジック半導体、さっきのえっ、ー、とパソコンで言うと演算するところ、うん、まあそこのところに行きましょうやと、うん、というふうになったわけです。それに対してですね、山のように国プロコンソーシアム合弁会社を作ったんですよ。うん、一つ一つ説明しませんけど、はいはい、これは経済産業省がまあ D ラムダメになっちゃった。うん であの今度はあのロジック半導体だ特にファンドリーやろうファンドリー、うん、TSMC がやってるね、うんうんまああれねの技術が高ければできるだろうと思って、うん、技術開発をやる国プロコンソーシアム合弁会社っていっぱい作ったんですよある意味オールジャパンでやろうみたいなそれにして、ね、やった、はい、だけど、うん、やってもやってもこのシェアの浮上はない、うん、でやればやるほど押してんじゃないのっていうふうに見えるようになってきて <laughs> な,あのなぜかというとね 国プロコンソーシアム1個できると,、えー、と半導体メーカーは10人20人出向さ,れるさせるんですよ10個できれば100人200人ですよ、うん、でもどんどん本体が痩せ細る、うん、で国プロでつく作られた技術は誰も使わないでどん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 シェアの低下はあの進んでいった実際にじゃあ現在どうなってるんだっていうのを書くとこうなりますロジック半導体日本で作ってるところはほとんどないです、うん、ないです ないちょっと言うならば車用の半導体をルネサスが作っているでもいあの先端は TSMC に生産委託してますので三角にしてます、うん、でメモリの d r a m 一車もないあそうペケ、うん、で CMOS センサーこれソニーが世界シェア5割だと言ってるんですけども、はいうん これなんで三角つけてるかっていうと、うん、画像部分はソニーが自分で作ってるんですがそれにロジック半導体を貼り付けてるんですね、はいはい、そのロジック半導体は TSMC に頼んでるんですよそ,うそのロジック半導体がないと CMOS センサー動かないんですよ動かないあだから三角にしてるんです、うん、なるほど <laughs> でそれからフラッシュメモリー三角にしてるのは これこのフラ,ッシュ難度フラッシュメモリー自体を発明したのは東芝なんですね、うん、記憶者の前,前,前代のはい、はい、ところがですねサムスンの方との,サムスンの方がトップシェアになってサムスンと記憶者の差はどんどん年々開いていっちゃうんですよ。そうなんだ それから、まあ、この中で唯一、えっ、ー、と、可能性があるとしたら、パワー半導体ですかね。はいはい、あの、今後、e、EV、うん、電気自動車が出てきますと。うん、電気自動車には、パワー半導体が多数搭載されます。うん、で、ですから、この三角は。 他の三角とはちょっと意味が違ってあ頑張れば丸になるかもしれないなという三角ですはいはい、はい、パワー半導体っていうのは性能どういうふうな位置づけなんですかね普通の高性能半導体と比べると例えば電気自動車ですとバッテリーとモーターこれが2台部品になるわけですよはい、はい、でバッテリーにあのリチウムイオン電池から大電力を通り出してモーターを回すと。 ええと、最も重要なのはですね。損失がないってことですよ。無駄なく、うん、そうえモーターを回すね。あ,<ー>あのガソリンのようにですね。すぐ入れられるもんじゃない。チャージしないといけないんです、うん、で、そのバッテリーのえっ、ー、と電力を余すことなく無駄なくモーターに伝える。るそういうところに、うん、えっと味噌があって、今までまあ、シリコンをベースにしたものがほとんどなんですね。うん、この半導体って、うん、そうではなくて、シリコンカーバイトとか。 ガリウムナイトライドとかちょっと違う材料でこれ作った方がいいよねと、うん、でアメリカのテスラ電気自動車のパイオニアですね、うん、もう早速もうそれを搭載してるんですねう違う材料で、えー、と損失なく,なく、うん、モーター回そうと、うん、あのその,、えー、とこの風が吹いていて,いて日本はあの日本もですね遅ればせながらそちらの方に行こうとしている はいはい、でそこはまだチャンスはあるかもしれない。だけど他のところのこの三角というのは、ね、そのような未来がただ、柚上さんその世界最強の半導体メーカーである TSMC も、はい、ただやっぱり日本の技術がなければ、はい、技術というか材料というか、うんはい、日本企業の力がなければあの最高水準の半導体は作れないと言われていますよ、ね。そそうなんでで、はい、ですすよここのところをですね、うん、僕もあの衆議院で こういうところにえっ、ー、と近づかれた方がいいんじゃないの？国で言ったんですが、あのですね半導体ってどうやって作るんですかね？っていうとですね、うん、シリコンウェファーがあります。はい、あのおせんべいのようなものです。直径30センチの厚さがですね1ミリ弱。で、うん、ここに先個ぐらいのチップ作るんですけど、うん、その作り方は膜をつけてパターニングして。 で洗って検査してっていうのをぐる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 繰り返すんです、うんうん、でこう縦方向に構造を作っていくんですねはあ、はあ、でこの時にさまざまな製造装置が必要ですし、うん、材料も必要ですで製造装置見てみますと、まあ、大体10種類ぐらいあるんですが、うん、えと黄色がヨーロッパ青が日本で緑がアメリカでこれ見ますとですねここの青いところ、えー コー,ターデベロッパー東京エレクトロン、うん、詳しく説明しませんが90超えてるんですよ<ー>熱処理装置これも90%超えてる洗浄装置も2種類あるんですけど60何とか80何側腸、うん、セムっていうのは検査装置なんですがこれも80%、うん、だから10種類ぐらいあるうちの 4, 4種類か5種類は 日本が独占的地位を築いてるんですここ強いんですよ。うん、でさらに材料に行くともっと強い。うん、材料はこれ見ていただくと分かるんですけど、うん、もうほとんど真っ赤この赤く囲ったところは日本強いんですよ。青ばっか もう半導体材料は日日本本が作ってる日本なんですよおおむね6割から8割は日本製なんですっていうことが言えるんですよ。うんうん、じゃあ先の三角全部少し丸くしてもらってもいいですか <laughs> でねそれを使ってデバイス作るところがにうまくいってないわけでも、はい、いいんじゃないですか <laughs> だ,だから僕はそう思う思んですあの半導体だって1個もらったって何も使えないですよ。<laughs> それもまた新しい部品と組み合わせて製品にしますから。 だからねあのもうあのね韓国はメモリー作るメモリーのチャンピオンで台湾は TSMC があってファンドリーでロジック半導体を作ってくれます最先端でそのような半導体メモリーだとかロジック半導体を中国が大量に輸入して完成品 iPhone とかパソコンとか家電製品作るわけですよ。日本は その韓国とか台湾に材料装置を提供する、はい、まあこの役割分担でもっとこれを強化すればいいじゃないですかと思、はい、うんですよ。はい、でこの TSMC、うん、ここにさもう大たくさんのファブレスファブ持ってなくて設計して生産してくれっていうのは何百社と来るわけですね。何何百百社社と来る来るんですけどそこを何百社の,せあの半導体を作るためには あの最先端の製造装置その約4割から5割ぐらいが日本製ですね、うん、それから材料これ8割ぐらいが日本製ですねもうんうん、ここに使われてるわけですよだからこの僕の持論はこの製造装置と材料強いんだから、うん、ここに日本が、うん、日本の政府はもっとこれを強くするとそういう政策を取ったらどうなんですかと。 はいうのが僕の衆議院で意見陳述で言ったことです。あそうすかたらロミさん、TSMC の今度、工場が九州の熊本に来ますよね、つまり製造が日本でされると、そういう、これはどう見ればいいですか、あのですね、なんか経産省が僕に喧嘩を打ってるのかなと思ってるんですが、あのですね、6月1日に衆議院で本当に意見陳述をしたわけです。で 過去を振り返って反省して未来を述べろと未来どうするかを述べろとこれがお題だったんですだから過去を振り返ると経産省が出てきた時点でアウトだったよと経産省にちょっと喧嘩をお売りになったと過去振り返ったら成功したものが売ってるからさっき売られたんですが湯上さんが売ってたっていう。過去振り返ろっったから 過去成功したもの何も何ないですからだから経産省主導で、はい、まあオールジャパンでやってきたけど、はい、それが全く結果出さなかった,かったそれを振り返ってこういう発言をったと、うん、そう,そう、はい、で TSMC は日本に来ませんよということを断言したんです言った、はい、なぜならば TSMC における日本のビジネスって4%か5%しかないんですよ、はい、アメリカは 60%80% あるんねうん、うん、だから最大カスタマー だからアメリカに工場を作るのは意味があるけど、四五パーセントの国に作る意味ないでしょという意味で来ませんよって言ったんですね。言っちゃったんですね。そうしたら来ることになっちゃったんですね。はいはいはい。TSMC も喧嘩売ってるってこと TSMC も喧嘩売ってあ、いろいろ喧嘩売られてるっていう。それでね、僕も悩んだんですよ。なんで来んだと。なんで来んだと。だって。 アメリカはね、60、70%の TSMC の売り上げ高し屋の6割、7割だから、ここに行くのはまあ分からない、でも日本ってこの青い線で横、下、肺つくばっていて4%か5%しか、作ってほしかったら、台湾で作ってあげるから、それが合理的な考え方ですよ。じゃあ、なぜ来たんですかね、悩んでたんですよ。 でしかもテクノロジー濃度っていうのは28なの10年以上前のテクノロジー濃度そうそうそうでなんで28なので日本4%しかビジネスがない日本に工場を作んないと、はいはい、それはやっと理解できたんですけど、うん、コロナのせいです、うん、でコロナになってニューノーマルとかいうのが普及するんですね、うん、でこれね TSMC があの6月のシンポジウムで言ったことなんですけど コロナになってネットショッピングは8年間で10年分売り上げたそうです。うん、でリモートワークを行う人は3か月で20倍に増えた、うん、オンライン学習は2週間で2億5000万人出達した、うん、オンラインゲームは5か月で7年分がダウンロードされた、うん、まあこれによっていろんなものが売れてあの半導体不足が加速したす、ね、その半導体はどこ,をどこに集中したかというと。 28ナノに集中したんです。んで、28からその先に行くときに半導体のトランジスタの構造が変わるんですよ。うん、高性能になるけどコストが高くなる。<ー>で、多くのエ、えーテ半導体、車も含めた多くの半導体はそんな高性能いらないから安い28ナノ欲しい。ここに殺到したんですね。うん、で、TSMC のところ、TSMC があのファンドリーのシェアでは50%以上、うん、ですので。 ここに28ナノは殺到したんですよ、うん、でだけど TSMC は5ナノの量産3ナノの製造試作2ナノの開発でもう手一杯でそんな10年前のファブなんか作ってる余裕も動機もないんですよ,よ、うん、だから品質の、まあ、ある種1世代前の古いやつは日本で作っとけと、うん、1世代どころじゃない生産委託は28ナノいっぱい来る TSMC に。 でもそんなのうちに自分で作る機はない。はい、どっかの国の間抜けな経産省がですね、土地も準備します。<laughs> はい、で、インフラも準備します。井上さんの個人的見解ですけど。設備投資も半分出してあげますと。うん、隣にいるソニーも協力するから来てくれませんか。うん、なんかいいねと。うん、それいいじゃんと。うん、それで来ることになったんですよ。 やっぱ経産省はそれぐらいあのもうお膳立てしてお膳立てして<う>でも来て欲ししかかったそ,<う>それ何故なんでしょうか経済産業省が6月僕も6月1日に衆議院で意見陳述してその月の中でですね、はい、日本の半導体産業に対する政策提言というのをホームページで大々的に書いてるんですけど、はい、これが有名な図なんですよでちょっと小さいですけど、うん、1988年に日本の半導体の支援は50%だった、うん、それが2019年には10%ぐらい下がった。 でこれそのまんまこれ、外装すると2030年にゼロになるとゼロになっちゃう、うん、それはまずいと、いうん、だからこのシェアの低下を止めて何とか浮上させたいというのが経済産業省の狙いですね、うんはい、だけど日本で日本の半導体メーカーで今からバカバカ作って、ですねシェアを上げられそうなところはないねと。うん やるしかないと。そうよ呼んできて、それで作らせるかっていうことになったんです、はいはあ、じゃあこれ呼んできて熊本で作り始めるとシェアは上がってくるんですか？はい、上がらないんですよ。上がらない？上がらないんですよ。あそうです。あのね、半導体の新設増設に対する、えー、補助金を出すための法律を作ったんですよ。うんうん、それが12月20日、昨年12月20日20日に、えー、可決されました。うんうん、だから。 その補助金法律的に出せるんですよ、うん、合法的にね。うん、でその、えっと、補助金の対象になっている工場が3つあります経産省が誘致した TSMC の熊本工場はい、はい、それから広島にあるマイクロンの広島工場ですね、うん、それから記憶者の四日市工場とか北上工場です、うん、でここに6,000億円の補助金を、まあ、多分一番たくさん使うのは TSMC の熊本工場ですけど、うん、まあ出すと。うん でこれでシェアが上がるんですかっていうとですね、はい、国籍地域っていうのを見ていただきたいんですけど、うん、TSMC の熊本工場は TSMC が7割なんですよ株式の、うん。出資比率は、はい、で,でソニーと電子を合わせても30%、はいうん、でマイクロの広島工場は米国籍ですから、うん、日本はゼロで記憶者の四日市工場と北上工場はアメリカのウエスタンデジタルと折半してやってますから、うん、日本の企業分は半分。うんうん でここに補助金投じてもですね、この黄色い分しか貢献しないんですよ。なるほど。うん。だ日本の割合シェアというところではやっぱり、あんまないんですよ。限定的と。はい、でもその貢献度というかメリットはシェアだけで測れないんじゃないかなと思うんですか。はいええ、僕もそう思います。TSMC の熊が熊本に来ると1700人の雇用が生まれる。うん。で熊本大学が慌てて じゃあ技術者を毎年60人養成しようといっても今から60人、うん、それ卒業するの大学部で4年かかるし修士だと6年かかるよなと、うん、やらないよりもして、ねうん、で60人 10, 10年やってるの600人だよなとだからね順番に逆なんですよ。うん、まず技術者を 要請するというような風土があってその上で呼ぶなら分かるけど呼んでから泥縄式に技術者どうするのなかなかちょっとじゃこの誘致計画には反対なんですね。反対ですね税金使わわれるです。でその理由はですね28なのが足りないって言いましたね確かに昨年足りなかったんですよ。今足りちゃってる だから2024年にこれ稼働することになってるんですけど、はい、その頃足りてるんです、うん、なるほどあそうなんですかあそうなんです最近の調査で分かったんですが28なのはもうすでにもうこのような工場を作らなくても十分間に合ってる間に合っちゃったいう井上さん今パックンが言ったようにシェアの面とかいろいろあると思うんですけどただ素人目にはこういう工場ができると日本の技術者がそこで働いてなんか学んで それが日本の半導体産業の復活にプラスになるんじゃないかみたいなこう甘い期待があるんですけどそれはダメなんです確かにあここではですね28なの、それから16なのも作ることになったんですけどこの技術は習得できると思います<う>ところがです、ね、一歩進んだ半導体そうですね、うん、今まで日本にはない,ない,ないレベル、うん、でもそれでも一<は>世代前のもので,もないですね,ですねな今やってますから、うんはい それ以前のものもあちょっとだいいぶでで。か、まあ、確かにその今まで日本で作れなかったテクノロジー濃度の半導体が作れますというのはそれで技術者が日本の技術者がそれを学ぶことが習得することができますというのは、はい、まあ確かにメリットとは言えますがここで作られた半導体の78割は海外に売られるんですよ。うんうん、なんでそれ その利益の、えー、と7割は TSMC のところに入るんですね、うん、だったら自分でやれよ自分の利益のためだろ、うん、そこに税金なんで使うんだ、うん、なるほど。だ作ろうと思っても作れないわけですね日本はまあ作れませんね熊本大学の年60人だけじゃ足りないでしょ、はい、まあ僕はここまで反対じゃないかもしれないですね、うん、誘致してその、えー、製造装置メーカーの皆さんも あのそこで連携してさらに日本の,その強みを高める可能性もあるかなと思うしあとあ、まあ、TSMC さんだけに頼っていると、まあ、やはりいざという時のその心配もありますし<ー> TSMC ですからねも <laughs> 台湾の製造拠点に万が一何かがあった場合,場合はあの確か電力とかあの水不足って一時期悩んでましたよね。<ー>だからその多様か多角化は 悪いことではないかなと思ああリスクを返事するという意味で,で、ね、ちょっとディープな話をしますとね。うん、半導体のはというのは設計があって前工程があって後工程があると説明しましたよね、うんはい、で前工程そこでマスクというのが作られます、えー、と半導体の原板みたいなものですそれをもとに前工程で回路パターンが作られるんですけど、うん、あのマスク作っての TSMC なんですよ ほうでマスクの設計してるのも TSMC なんですよ。なるほどで前工程はここ熊本でやりましょうあとうん、うん、工程はどこでやるんですかってまた台湾に戻るんですよ。よくこの TSMC 熊本工場について日本政府は経済安全保障のためだと言うけども。 ちっとも完結していないなんですよ結局、熊本工場で完成した半導体が出てくるかとみんな思ってるけど<や>そう途中もでできて最初のるマスク設計とマスク製造のところは台湾でやって <laughs> の前工程のところだけは熊本に来て、うん、また台湾に戻って完成品ができてるなるほどでも、真似しづらいのはこの前工程の中心核ですよね。<laughs> なるほど そうですね、だからこの前も後もまあいざという時は日本も含めて他の国でできるけど <laughs> このプラントがないといざという時はでねあのね僕が経産省の役人でこの、えー、と政策を立てるのならば、うん、全部。 熊本で完結する。マスクもできる。も含めてあれも予定もできるそういうふうにして初めて経済安全保障というのですよ赤字運営であってもいいとそこまで技術ちゃんと日本に持ってこいというのが初めて経済安全保障じゃないかとだからこれは中途半端な経済安全保障いいねできてるなら経済省の代表に登場してもらいましょう今日も。 ちょっとね、本当は体を押さえつけなきゃいけないかもしれないですけど上さんの。見てみたいですね。僕はですね、この中でいうとマイクロンにもっと金を上げたらどうですかっていうことを考えて広島工場に井上さんは税金なり補助金をべき。なぜかというとこれアメリカ企業なんですよマイクロンってアイダホに本社があってだけど広島に工場があって。 最先端露光装置っていうのがあってこれ非常に微細なパターンを加工すえ、えっと、形成する露光装置自体は180億円もするんです、うん、この EUV エクストラ UV っていう装置があって、うんうん、その EUV が導入できる可能性があるのはマイクロンしかもうないんですよ、うん、広島工場しかない日本では TSMC には一切入らないんですよ。 ロジックだと7七の五七の以降でないと入らなくて、はいはい、今のままだとこれ入りません。はいはい、で、難度はもっと緩いんで入りません。うん、で、E. U. V. という最先端露光装置が入ると技術的な波及効果が非常に大きくて。うん、e. U. V. のレジストとかですね、マスクとかですね。検査装置とかですね。うん、まあ、こういうの日本が非常に得意なんですね。うん、で、E. U. V. い一台も今日本にない。で、それが入ればですね。 あの新技術がやってきて本当の心理技術がやってきて、うん、その新技術の周りに、えー、とこうを、えー、支える装置材料メーカーが日本には5万という、うん、その技術波及効果が一番高いのは マイクロの広島工場ではないかと思ってます実際しかも EUV に日本の技術者が触れてそうです経験値を積むとその効果が絶対大きいから広島にこそ補助金を積むべき僕はそう思ってます。シェアなんかど,どこも大して上がらないんだからはい、はい、だったら技術波及効果を狙っていただいたらいかがですかねというのが僕の意見です。ははい、はい、はい ということでここまではその国内に輸出する工場への具体論でお話を伺いましたけれども、はい、もっとこう全体的に日本の半導体業界どうしたらいいのか、はい、先ほど、材料に強みがあるというような製造装置の面とか、はい、検査であったりとか、はい、どういうふうな戦略でいくべきというふうに野上さんは考えているんですかあのですねあのでかい工場を作って半導体を作ってシェアを上げるってとてもとても大変なんですよ。はいうん、一つの工場に今1兆円かかるんですね、うん でそんなものを今から日本にボンボン作れるかって人材もいませんしね、うん、できないんですよ。うんうん、だけど方法がある、はい、これはですね世界半導体メーカーの売上高ランキング2021年、うん、1> で1位がサムスン 2>,、はい、2位がインテル、はいはい、3位が TSMC で以下4位トントントンって日本ってキオクシアが15位でトップ10に入ってないんですけどはい、はい、ここでね赤枠で囲った企業が ファブレスなんです、うん、この下の方の方赤、うん、赤,赤で囲った企業特にですねクワルコンはこの黄色いのがにあの2020年から21年にかけての成長率が52%、うん、メディアテック台湾のファブレスですけど58%エヌビディア5 2 a m d 64です改めてちょっと補足しておきますとファブレスというのはその設計そ<う>製造はしないけどこう設計図面を書くそ<う>非常にこう頭のいい人たちが理系の人がパッとかけるその分野その業界の会社というそれがたった1年ですよ、はい、1年で50%を超える成長するんですよ。うん、でこの、えー、と半導体は全部 TSMC が作るんですけども、まあ、だから TSMC も25%成長するという、まあ、こういう循環になるんですが。 ファブレスってすごい設計成長するんですよ。風を掴んで、でそのえっと今これが流行りだと、これをこの半導体を作ればいいっていうマーケティング、これマーケティングですね。でタレントがいて、設計のタレントがいて、優秀なのがババババッとこの半導体を設計するとこのように成長する。なるほど、工場もいらないし、セットしてもいらない。そう、頭のいい人とであの勝負できる。はい、設計ソフトをどう人がいればできるわけですね。知恵と情報だけなんですよ。 でも、さん日本の例えば東工大とか東大工学部とかその辺の人たちで作れるもんですかできると思います。でそうすかだからあとはですねこの設計技術者を養成するともっとここに金をつける大学の研究室にもっと金をつけてもっと優秀な人材を育成すると大体設計ファブレスというのはスタートアップですから創業支援を行う。 まあ、それによって、大化けする企業が出てくる。んです出てくる日本の半導体が、さ、あの、再復活するにはですね。でっかい工場を作って、何千人じゃなくてですね。うん、知恵と情報で勝負してほしいんですよ。逆にそれしか生きる道がない。はい。うん、これが一番手っ取り早い。うん、いや。はいうん、だ井上さん、ただ、その、は、パックンのいた、あの大学。ハーバードとか。うん ケンブリッジとか MIT とか、うん、まあインドの最近、工科大とか、うん、そこに比べると東大、東高大結構きついんじゃないかレベル全然低いんじゃないかという見方もありますけどそれでも日本の理系人材だったらこのファブレス対応できるんですかいけるえと今のままではだめで,ままではでもっと国際的に、えー、と共同研究をやるしての国の中で閉じこもる傾向があるんですよもう日本の言語の問題もあるかもしれないですけどね、はい、もっと海外に出て,出てって。 ハーバードなり MIT なりと共同研究をするそのであで設計技術者のタレントを育てるとそれを日本の政府経産省がバックアップするとそれこそが政治のやることではないかと思うんですねパックンちょっとハーバードに何か連れてって僕はパックンの楽しいハーバード旅でいいですかちょっとかもしれ <laughs> もし時間を巻き戻してもらって、今僕六十なんだけども、二十、はい、まあえっと大学に入る時は十八十九、19だいぶ巻き戻しますね。そこまで巻き戻してくれたらばですね、<laughs> はい、半導体なんだけどもプロセス技術者じゃなくて工場技術者じゃなくて、うん、設計技術者になりたいです。うん、設計ですよやっぱ。ファブレスの人になりたい。うんはい その教訓は本当にみんな多分見てる方も納得するし、経産省も見てるんじゃないかなと見てほしいな、あれはちょっと、井上さん出てるって言った時点で、ちょっとこの動画みたいにやられちゃうかもしれないけど、見てほしいですね、パックン、どうですか、今、バンドの話聞いて。素晴らしいですね、あの課長降格とクビっていう話を聞いたと、期してなかったけど、大変勉強になりましたね。ということで、皆さんこコーナーありがとうございました。 えー、半導体業界における日本経済の未来は人材が世界に出てって学びそして、その持ち帰って設計ファブレスに生かすと,うとす、ね、そういうことですね。はいはいそういうことでまとめさせていただければと思います。ということで本日はあのお二人とも本当忙しいところ本当にあのいろんな暗いキャリアを背負って <laughs> そしてパックンはあの地上波の仕事を切って連、うん、ドラ蹴っちゃって。てレンドラ蹴って <laughs> あということでありがとうございましたありがとうございました。

エナジードリンク <laughs> さそうなんですかちょっと社長がしかも半笑いで言ってらっしゃるのがちょっと <laughs> 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 なかなかそういう話その会社は出会ったことがないので、ね、これが強さそれがうちのトランスフォーメーションです、ね、そうなんですかすごい <laughs> 皆さんこんにちは テレビ東京報道局の豊島晋作です世界経済ワールドエコノミーをお届けしていきます今回第3回のテーマは前回に引き続いて半導体なんですけれども今回は特別会としてあの世界的 PC メーカーの日本法人トップにお越しいただきました 半導体不足だと今報じられていますけれども果たして実態どうなのか、まあ、PC メーカーと言いますとその影響をもろに受けているんじゃないかとも思うんですけれども、まあ、これいつまでこの不足の状態続くのかそしてこの難局をどう乗り切っていくのか切り込んでいきたいと思いますそれではご紹介させていただきます日本エーサー株式会社代表取締役のボブ・センさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今回あのエーサーというのは台湾に本社があって まあ世界展開しているということなわけなんですよね。はい、で、2021年の PC 出荷台数は2,400万台ということで世界第5位ということで、はい、まあ世界第4位がちなみにあの MacBook とかを出している Apple。そこをこう二角しているという状況なんですよね。実際この ASUS の強みっていうのはどういうところにあるんですか。そうですね。うちはあのアジア発の PC メーカーとしてあの比較的に歴史が長いんですけれども。うん 創業して40数年ぐらいになりまして最初は OEM サービスそれから自社ブランドえそれから他のコンポーネントパネルまでの生産をですねそこの総合メーカーとしてやってきたんですけれどもでいち早くあの製造とブランディングをですね気に離してえいち早くファブレスを導入したということをですね そこを追求してるのがスピードと効率、うん、かつてはあの日本の NEC ですとか富士通ですとか、まあ、日本のメーカーが世界のパソコン市場をある種制覇してた時代もあったんですけどかつては A サーもその日本のブランドのパソコンを受託生産してた時代があったんですかもちろんあ<ー>そうですねもう自分たちでやるぞということで追い抜ってったわけですねそれより早い段階で,早い段階でももうあの弊社の創業者がですねスタシーっていうのはですね あの自ら考えたあの、えー、パソコンのスマイリンカーブというのがあるんですけれども製造が一番付加価値があの低いということでインテルさん例えば CPU のインテルさんとか、うん、ああいうデザインハウスがまたその非常に高い付加価値のはい、はい、位置がある設計する人たちがやっぱり利益が大きい。うそうです、ね、作る人たたちは利益が少ない、ね、で最終的にまたブ,ランディあのブランドを、うん それをパソコンをディストリビューションする立場になるとまた利益が少し上がってくるということで製造だけではなく自社ブランドもやらなければいけないということを考えてきたわけですけど、うん、今どうなんでしょうパソコン業界のトレンドといいますか、うん、もう相当軽量であの薄くてしかもスペックも高いというのがもう当たり前の世界。 競争していく環もともと薄くなる前でも、まあ、非常に PC の業界としては、うん、まあ情報は非常にあの公開度があの高い透明度が高いということと、はい、あと業界的に非常にあの成熟された業界であって、うん、自然的にですね、えー、競争が激しくなるっていうのをで皆さん最初スケールで戦っていて,、うん、いてたんですけれどもで今ではあの スピードで戦っていって、うん、でさらにあのそれはまた進化して、うん、ユーザーのニーズをマッチ,マッチングしていく力をです、ねうん、そこを一番重視してあの戦っているわけですけれども、うん、そしてそのパソコン業界、まあ、競争が激しい中でもこのコロナでみんな在宅勤務が始まってみんなパソコン一台買わなきゃという世界になりました、はい、相当ビジネスおいしかったんじゃないんですか最、えー、最初初はははそそうううでしたたねだっ,たっていうのは、えー 途中でやっぱりあの今非常に話題な、はい、あの半導体不足、はい、やはりそこは非常に影響をされました、えー、半導体が足りなくなったそうですねこれは何で足りなくなったんですかそもそも論ですけど <laughs> 例えばコロナが、まあ、もちろんコロナという,うそういうリモート遠隔の,、うん、その特別な授業があ,のあったわけですけれどもでもその手前にえー まあ全体、その技術のテクノロジーの進化スマホもそうですけれども画像をより高画像のシモスセンサーなどをですね、それから AI 自動運転、IoT。もももう何ででかんでも 半導体がなければいけないという世界が来て同時にコロナも来てパソコンもたくさんいるそして日本だとギガスクールで小学校中学校にパソコンが大量に入るもう全然パソコンも半導体も足りないぞっとなったわけですね。そうですねそれが2020年と2021年。2020年の後半からあと2021年もう全体。 で今までままでだ引いいすけれども今今も、はいはい、今も足りてない、はい、今もまだ足りてないですね。エイサのパソコンってこう非常に薄いものとかですね非常にモデル人気で、はい、ゲーミングパソコンとかもあってすごいあのハイスペックで人気だと思うんですけどかなり値上がりしたんですか、うん、やっぱり。まあ世代的なイ,インフレで,で、えー、部材の消停値、えー、それからあの物流のコストの,の、うん、高騰っていうのをですね 一時期ではあの通常時よりは約20%ぐらいコストはアップしましたねなるほどやっぱり価格最終製品の価格も値上がりして2割ぐらい上がって、えー、あのあの実際じゃあ,あの特に市場そこまで反映されているかっていうのは、うんえー、まあ 企業の皆たちがですねあの非常に頑張っててまして <うん S 2> <laughs> 企業努力で頑張って実はちょっと <laughs> 自社で抑えて <laughs> 特に日本の消費者価格敏感だから上げちゃうと売れないから、えー、それは言えますね特に、えー、非常にインフレ率が高い今の世の中でですねあのその中でも日本はデフレまで言わなくても。<laughs> インフレ率は一番低いんかとだから、ね、まあインフレ率が低い国、まあ、デフレの日本で戦う社長としてはちょっと苦しいなと、えー、その通りになりますだから A サー世界展開して <laughs> いろんな社長とこう時々会うわけですよね、えー、そしたらいいなっていう日本でビジネスするはちょっと苦しいと、ね、なんで売れるんだっていう <laughs> <laughs> 大変ですねじゃあちょっと他の各国の例えばアメリカのヘッドとかヨーロッパとかのヘッドと比べると、えー、ちょっと社長の出世が遅れたりもするってことですか <laughs> あの確かにそれが一番痛いところですよ。<laughs> です <laughs> まあ、ね、しょうがない事情もあると思うんですが <laughs> 実際エンサーが作ってるパソコンを今日お持ちいただきました、はい、しかも今日収録日に実はこれが発表されたということで,でこれのすごさは何なんですかえとこれはうちの,あの新しいシリーズ「コンセプト D」っていうことですけれども今までの普通の コンシューマー向けのパソコンとあと法人需要のパソコンがそれぞれあったんですけれどもでその中にまたそのゲーミングを専門にするパソコンがあの各社出されてきたんですけれどもただゲーミングパソコンイコールハイパフ,ォーマンスパフォーマンスパソコンっていうのをそういうふうに考えられているんですがでもゲーミングパソコンを買った人たちがですね半分以上 ゲームゲームをやってないんですよ。そで、それがあの実際、えー、どういう人たちかっていうのはですね、それがあのクリエイティブ<ー>制作にのためのおそういう使い方をしているんですけれども、<ー>で、今回あのこういうクリエイター向けのですね、あのその中でもラグ安で 3D が見れるラグ安で 3D が見れるパソコン。そう,そうですね。 ここれは日本にうういうのあるんですかあの今までありましたがあのただあの本格的に商品化されているのがそれはうちがあああの初めてではないかと思います本格的な商品展が初めてのパソコンでは実際に見ていいですかはいどうぞあ本当だ確かにこう前にこう出てきているように見えますね立体的に見えますね,すねしかもこれ疲れないですね。ねえ あの今までの VR だと15分が限度だというふうによ,よく言われていますのでこれだとずっと長いこと見てられるそうですねすごいな本当にもう画面から飛び出してきているように見えてこれ触れそうな感じですただずれるとちょっと見えないだからこの位置で見なきゃいけないってことですね,そうですねこれ実際は 2D の画像でも 3D に変換自動的にされるようなシステムなんですねはあ。 これどういう人が使うというとじゃあクリエーターで CG グラフィックを 3D で作るような人っていうことですかそこの応用はですね、まあ、非常に無限大だと思うんですけれども例えばメディカル関係、えー、建築関係、あのー、でもちろん、あのー、クリエーターをですね動画を作成する側とかいうさらにそのアニメーションっていうのもですね<ー>いろいろ考えられると思いますけれども。 そしてこういったパソコンの中にもたくさんの半導体が入ってます、はい、今半導体不足で、まあ、正直影響をもう真正面に受けてるわけですよねそうですねパソコンっていうのはもう半導体の塊ですんで、はい、そのメモリーの半導体から、はい、CPU からいろんな種類が入ってるってことで,ですから半導体の全体、えー、と例えば o e h レベルでいうと8インチと12インチでそれに、えー、それぞれ あの製造工程を分けられて、うんえー、CPU を作っ,あの作ったりグラフィックカードを作ったり、うん、さらにもうちょっとあの技術的にレベルのもうちょっとあの低いところをあの例えばコントロール IC とかいうのは様々あのいろんなハンド台が入ってますんで。うん これ今全部足りないんですかそれとも特定の分全部は2年前と比べたら若干解消はされているんですけれども2年前は全部足りなかった2年前はそうですねそうですかは、えー、あの今はそうですねあの足りないものとあと順調に生えてくるものは若干ばらつきははじいていま一番足りないのはどの辺なんですかまあ逆にその単価の低いところ低いところああ 性能があんまりそんなハイスペックじゃない半導体でってことですかそうですね例えば電源のコントローライスなどですねパワー半導体っていうところですかそうですねはあ、はあ、そこそこがあの非常に不足をされてますねまあエーサーというと大量に作っているので御、はいまあ、社は今のファブレスだと思うんですけど、はい、発注のロット大きいじゃないですか、はい、でロットが大きいと 取引なんていうんですかバ、バーイングパワーもあって、ええ、うちが買うから作ってくれよっていう、はい、強く出れるお立場ですよね。えっとサプライマネジメントはそうですね、そこはそあの金ですね。強気に出れる立場ですよね。ええ、それでも結構なかなか半導体来ない。ええー、そうですね。あの反動<う>体でいうと何で不足かっていうのは、まあ私は考えるのはやっぱり。 えー、3つのファクターがあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、1>, で1つ目は、まあ、先ほどもおっしゃったようにあのやっぱり半導体、えー、技術の進歩によって半導体の需要が非常に一気に高まっているのに、うん、半導体の製造の側の方がですね投資がちょっと遅れている、はい、それがまず1つ, 1>, あの1つですけれどもで2つ目はやっぱりあのこのコロナ の遠隔需要っていうのはです、ね、そこはまあ特別な需要として、うん、あの発生されているわけですけれどもで3つ目は、まあ、やっぱり今いろいろあの、まあ、戦争の影響もあってコロナのロックダウンの影響もあって、うん、でそこに、えー、出てきた物流の分担というのはです、ねうん、それはまたあの、えー、半導体不足の、うん、一要因としてあの押し上げているんじゃないかなと思ってます。はいはい もう時代としてもう半導体あちこちで使われるようになった中にコロナが来てそして今、もう戦争も起こって物流も分断されてきてもう本当にそれが拍車をどんどんかけてきているわけですね。この半導体不足の状態というのはいつ頃までで続くんですか業界によって変わってくると思うんですけれどもでまあ専門ではないんですけれども例えば自動車業界の話でいうと。 コロナの,の初期の段階に、えー、まあコロナがやってきて、うんえー、パンダミックだっていうのを、はい、で一気にあの発注をですねそれを止めたわけですけあもうキャンセルしますと車売れないだろう、ね、ということで、ね、ことで,でもそれが 後かから分かったんですけどそれは大大もうみんなでどんどん注文が来て <laughs>、はい、すいませんとなってでももうすでに、えー、他の業界もいろんな同じことをあの発生してるわけなので特に民生,民生電子用品あのパソコンもそうですけれども遠隔の需要に関してはですねあの、えーまあ、場合によって。 国ごとででそれれ頼まれてるとにかくパソコン出してくれというのはそういうそ,そこまでのレベルの話もあったわけですんでパソコンの業界でいうと、えー、例えば CPU 屋さんそれからグラフィックとかいうのはですねそこは若干、えー、在庫主人を少しずつ。 前のように戻っ,戻ってきた、供給はちゃんとされる未来が近いといいううことで、えー、そうですすか。そそね。れはつ頃弊社の予測では、ですね、もともとこの第二四半期、えー、この46で、えー、100%ではなくても,もうあのコロナの前にのレベルまで戻ってくるんじゃないかと思ってたんですけれども今年の4月から6月ぐらいにはもう例年に戻るだろうとう。えー 思ってたけども思ったんですけれどもオミクロンがもたらした各国のロックダウン行動制限多く工場の,そのプロダクトディビティっていうのはですね、うん 予測通りには戻ってこなかった、ね。ちょっと計算ミスったなっていうところですか。そうですね。<laughs> <laughs> じゃあいつ戻ってくる想定なんですか、たとえンドタレ。まあもちろん今戦争があって、えー、まあ物流の大変な状況もたくさんあるんですけれども、コンテナが取れない、はい、あのエアカゴも取り合っている状態になってるんですけど、えー、正直言うと。 わからなくなりましたね。かなくなっててそうですか。えー、年内ぐらいには、まあ、四六とは言わずとも、いやいや年内に戻ってくるのも厳しそうですか。えっと、楽観的に年内までには、順調になったんじゃな,なれるんじゃないかなと思うんですけれども。うん、その根拠は、まあ、一つは、あの、まあ、コロナの。パソコンでいうと、コロナの遠隔の需要は、もう、この。二年間で発生しました。はい、もう大体終わったとえ。もう先食い、デマンドは先食いしました。 なので、えー、そのサイクルはもうパソコンで言うと年内は落ち着くんだろうと思っているんですけれどもはい、はい、ただ、あのーまあ、この近年は本当に今まで全然経験したことないば、うん、ことばっかり発生しているので、うんえー、そればっかりは言えないです、ね、<laughs> なかなか社長といえどいいいつもおるか言えない <laughs> そう、ね、難しい年内楽観的に見ると年内だけどもしかするとす<い>来年になるかもしれない。 まあそうは遠くないかなと思ってますでもそうなると取り合いになってますね。パソコンメーカー間でも取り合いはあるんですかそれはもちろんもちろんもちろんのことですけどもやっぱりアップルがガバッと持ってったりするんですかエーサそれぞれの戦略はあるんですけれどもアップルさんは逆に自社で自社で作るというのがそういう動きもありますのでこれエイサー内部でも取り合い北米のエイサーと社長の の日本とヨーロッパとかで取り合いとかになったりしないんですか。うん、あの、それはもちろんあります。そ,す <laughs> そ,それは結構大変なんですか。そのもちろん大変ですよね。ああ <laughs> えー、まあ、あんまり言い辛いんですけれども、はい、日本の科学はあんまり。科学反映できないので。ああ そここは非常に痛いところです、ね、だから日本どうせ売っても安くしか売れないんだから北米に回すよみたいな <laughs> <の>なっちゃってくるかねないということですね本社的な立場でいうと、はい、まあやっぱり利益の高いところに,ころに <laughs> 優先していくてい <laughs> ちょっとぎりぎりで発言していただいてるような気もするんですけどね <laughs> <laughs> なるほど大変ですね、えー、やっぱ日本のデフレがねやっぱそれはちょっとこういったところに影響してくるんですよねそこはまあ企業努力となかなか難しいところですよねそうでですねもあの エーサー台湾拠点じゃないですか、はい、台湾って言うとやっぱ TSMC、はい、世界の半導体作ってる会社台湾同士の友情でちょっとエーサーに回してやるよみたいな、うん、そんな友情はないんですかえっとはっきり言うとないですない <laughs> 友情ないんですかやっぱりビジネスだと、うん、そういうのはですねあ、はい、あのまあ、ファブレスでもあって、はい、でしかも、えー、まあ直接 PC のメーカーから直接 TSMC さんの方に直接、うん、あの 取引するオーダーするっていうプロセスはないので、だからファブレスなんで設計をやってるから、まあ製造住宅の別のところがあって、そこが半導体を調達するという、そうですね。だから直接はないと、はい、はいはいはい。だけどそれでもちょっとエーサー向けにはちょっと同じ台湾の良しみで回してやろうよみたいなないんですか？まあほ本当にないです。本当ないですけれども、ないんですけれども、あのまああの地理的な関係でもあって、情報は非常に え比較的に入りやすいので、それをあのそういう情報を持って、えー、いろいろ判断して、ねうん、戦略を立てたり、えー、そういうアドバンテージはあるかもしれない、ねあ。あるかもしれない。<laughs> なかなかちょっと、ね、そのね。<laughs> 確かにあの TSMC はもう世界中のあらゆる電子機器メーカーだったりパソコンメーカーの,あの需要を知っているので、注文が全部来るわけですから、ね。うん、相当な情報を持ってビジネスもできたりとかするわけですもんね。そうですね。そこと近くにあるっていうのはある種戦略的な優位性があるかもしれないという。 そうですねなるほどで、まあ、この苦しい状況、特に半導体不足の状況を乗り越えるために、ASA としてはどういう戦略でこれかから行くんですかまず、えーと、主力の製品のパソコンに関しては、えーと、なるべくその付加価値の高いところにウェイドをた高めていく、それと、あと e スポーツ関連のゲーミングなど、ですね、うん、そちらのウェイドをなるべく高くしていくことと。うん 要は自社のポトフォリオの調整とあとあとやっぱりサプライチェーンマネジメントですね<ー>そこは非常に大事ですえそこをより、えー、正しく予測して、えー、調達をですねあの調整していくことがそれが一番大事ですでその上に弊社は、まあ、従来パソコンメーカーとしてやってきたんですけれども実はこの数年間 トランスメーション、トランスフォーメーションをですね、それをはかってですね、あの PC メーカーから PC のブランドからライフスタイルのブランドの方にですね、そこを転換していこうと。ライフスタイルと例えばどういうものなんですか。えとスマホもですね、それをうあの試してあの新設はあの試してみたんですけれども、スマホは。 めましたそうですね。で e スポーツに関してはですねゲーミングの PC だけではなく e スポーツ全体例えば e スポーツのリーグトーナメントを自社のトーナメントを持ってましてなるほどもうそのリーグを運営するようなそうですねパソコン事業じゃない全く違うスポーツ運営事業みたいなそうですね。うちののププレレーーータタリグ リーグがあるんですけれどもそれはアジアで全体20カ国以上参加されてるんですけれどもうそういう e スポーツっていうとその,その延長がですね職員の業界とコラボしてはい、はい、えエネルギードリング エナジードリンク、そうなんですか、もうすごいですね、家事の切り方が。プレデーダーショットとして、それも出しました。レッドブルみたいなのを作るってことそうですね。すごい、そうでください、パソコン作ってて、とりあえずスマホはちょっと理解できます、スマホ行ったら、まあ、えらいプレイヤーがいて、ちょっと大変だったんで、それはやめたと、じゃあ、どこ行くかって言ったら、プレミアリーグ e スポーツの、そういうのを作るみたいな、行って、今度はエナジードリンク、そうですね。で、e スポーツの選手たちに飲んでもらうみたいな。 そうですね、そういう,う生活の周りに欠かせないブランドを,を向かってですね <laughs> あの、いろいろあのチャレンジしているんですけれども、ね。<laughs> わちょっと社長がしかも半笑いで言ってらっしゃるのがちょっと、やっぱりすごいですね、ちょっと、うん、そこまでやんないとね、やっぱり日本企業で。 ものづくりしてて、はい、そのトーナメントやろうとか、うん、栄養ドリンク行こうってう発想してるかい。僕もあのいろんな番組やらせていただいてるんですけど、はい、なかなかそういう発想すう会社はあま出会ったことがないのでこれが強さなんでその PC ブランドからライフスタイルブランドっていうのはですね、はい、それが一つのコンセプトとして、うんえー、パソコンだけではないんです。な<る>生活の周りに、うん がいるとたくさん存在されているというブランディング戦略としてあえてそういったところに出ていくとそれが a サーの新しい次のブランドを作るとそして周辺の PC 周辺が生きてくるみたいなそうですねあんま一見関連性はないかもしれないんですけれどもただ実際ブランディングの本質に戻るとブランドで何をできるかっていうのは。 えー、そこをいろいろ考えた上で<ー>あの決まった戦略なわけですけれども普通、ね、日本企業の社長とかにインタビューするとですね、うん、まあ,あくまでわが社はそのポートフォリオを見直すと、うん、で自社ブランドのまあ中核事業があってそこの周辺事業で拡大していくみたいな話が先にあって、うん、その後、まあちょっとついでに栄養ドリンク作るかみたいな話が出てるんですけど出てくるとことはあんまないんですけどね、えー、<laughs> むしろそっちの話がこう全員出てきて、はい、ブランドっていう大きなそのストーリーを作っていらっしゃるのがやっぱすごいなと思いますけどね。えー うんまあそれがうちのトランスフォーメーションですねそれはやはり今回の,その半導体の危機であったり、ね、そういったいろんな困難な状況があったからそういうふうに生まれていったんですかそれとともそそういったたことを考えてたんですかそれはもう6年前8年前からもうずっとそういうふうに考えてきたんですけれども、まあ、一つは根本的にパソコンはですね日本のまあ日本のういうふうにも 手放すような、はい、そういう業界になってきたわけなのであの、うん、いろいろ活路をですね、うん、あの考えてなければいけないということですけどねうん、うん、社長からすると日本メーカーがちょっとまあ言葉悪いですけど落してていくところを見てたわけですよねだからああなっちゃいけないみたいなところもちょっとあったんですか心のどこかにうんうまあああなっちゃいけないっていうよりも多分まあ コースメーカーカはまた違う戦略であの、うん、パソコンとして、えー、世代交換、うん、じゃあこれは、えー、と台湾もしくは中国の方にシフトしていくっていうのがそういう考えあるかもしれないんですけれどもあのそれぞれの会社はおそらくしっかりした戦略はお持ちだと思うんですが、うん、でうちの場合は、えー、パソコンをずっとやって40何年間やってきた。 でその次、ポストパソコン PC ではないんですけれども、PC はず,ずっと損害すると思いますはいはい、はい、設計メーカーではあり続ける、ええ。うん、でも、PC のほかに、えー、それをどうやって、えー、今まで以上のスケールをおーさせていくというのはです、ね、うん、そこがあの考える原点です長期的な戦略として考えてきたと、はい、いうことなんですね。えー、はい ということでボブ選手社長今日はあのお忙しいところ本当にありがとうございました、うん、こちそありがとうございましたさて次回の世界経済はイスラエルのテック企業イスラエルテックをテーマに、まあ、スタートアップ企業と、まあ、イスラエル軍歴社会とも言われますけれども徴兵制がありますのでその軍歴社会との関係について議論していきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた次回にお会いしましょう